よいしょ。これいくかな。マルチグレインチップス。10ルピーだったっけ。10ルピーって書いてるね。いくらで買ったっけ。半額で買ったかな。忘れちゃった。Too young。このシリーズ多分今まで何回か食べてるんだけど、このちっちゃいのは初めてですね。一人で食うならこのくらいがちょうどいいかな。こういう四角いのが入ってます。しょっぱ辛い。しょっぱ辛い。新聞読みましょうか。昨日と今日と新聞は読んでなかった。今度来週旅行行こうと思ってるんですよ。今まで行ったことのない週に行くっていうの、やろうと思ってます。ベンガルプレスティッチゴルフシャンスタンパンです。
ンガロールのマリオットの広告かな。3月と4月はインドは結構祝日があったりするんで、3月はホーリー、4月は何だったっけな、4月4連休あったと思うんですよ。もう少ししたらケニア、ナイロビとか行ってみたいな。でもナイロビとかだったら仕事で行く可能性もないわけじゃないから、もっとマイナーなところの方が。うわ、辛い。すごい広告が入ってきてる。同じ広告が入ってる。
RBI Bonds Paytm Payments Banned from adding customers Byju's Closed 800 million Amazon Set Wheel Away CloudIndia, China hold 15th round of border talks. インドは中国との国境も揉めてますからね。陸地で国境を接するってなかなか大変ですよね。コロナはですね、昨日、おとついか、3381人、インド全体で。ムンバイは54人。とても少なくなりましたね。もう大丈夫でしょう。しかし、ケーララがちょっと多いっていうのは気になるね。なんか、検査の仕方が違うの。チップショーティージ、ハイヤーインプットプライス、デントオートセールスインフェブラリー。パッセンジャービークルセールズフォール、6.5%。トゥーアンスリーウィラーオフテイクスリープス、27%&2% リスペクト。バイクが調子悪いんだってね。As travel booking rise, hotel room rates zoom in leisure destination. 旅行客が増えてきてるってさ、ホテル代が上がるってさ、まあしょうがないよね。プーチン says some progress made in talks with Ukraine.土曜日、これが土曜日の経済誌なので、ちょっと少なめですね、中身が。日曜日は経済誌はありません。はい、次。これが日曜日の新聞です。サンデータイムズ。なんか2つある。こっち何？ん？サンデータイムズ。こっちは何？一緒？何が違うの？分からんな。All eyes on guns. CWCの書き方が日本に比べたらバリエーションが少ないかな。日本の新聞って見出しに白抜きの字とか書いたりしますけど、こっちはそこもそういうことしないですね。フォントもまあゴシックと太字ゴシックと、なんだっけ、タイムズニューローマンだっけがあるぐらいですね。
タイムズソウルメイト、あれです、恋人結婚相手探しありますよ。恋人っていうか結婚相手探しかな、お見合いページですね。ウォンテッドグルームス、ウォンテッドブライド、見てみましょうか。 Seek alliance from reputed, educated, well-settled business industry family, daughter of UP-based business class council family, 25.自分のことを書いてるのかな、条件を書いてるのかな、ちょっとよくわかんないね。ダイソンの掃除機34,900ルピー、5万ぐらい、円にすると5万円だね。Wastewater check soon to track presence of virus in city. 下水のチェックでウイルスがいたかっていうのを調べようとしてるらしい。なんか日本でもそんな話ありましたね。それでどんくらい流行ってんのかを調べるって。最近あのアマゾンプライムの動画を見たりするんですよ。でアメリカで作られたドキュメンタリーみたいなので、なんか経済っていうかお金に関するドキュメンタリーみたいなのがあって、それでインドのこともたまに出てましたね。あれかな、インドのあの2016年だった高額紙幣が全部一回使えなくなるっていう、あの時のことを言ってました。あれ2016年、僕がインドに来る前ですけどね。あれ同じか、あ、同じだ、え、なんか同じ新聞が入った、表紙一面の広告が違うだけの同じ新聞だ、同じやん、そうなの、一面の広告が違う同じ新聞が、そんなことある、これとこれ、あ、ちょっとだけ違うか、
ん？あ、ちょっと違う。これ最初の方一緒だと思った。なんだ？ちょっと違うんだな。全く一緒ってことなんだ。うん。はい、おしまい。よいしょ。よいしょ。お菓子も食べちゃった。よいしょ。今日は3月13日ぐらい。日曜日でございました。週末だらだら過ごしてます。でも掃除をしたので偉いですね。掃除はしました。ということで